こんにちは、速稼塾の久保です。まあ年度末入れ替わりになりますよね、令和2年が終わって令和3年度が始まるということで、まあいろんな会社とかね、組織とかで、引き継ぎってものがあるんじゃないかなと思います。私もですね、おかげさまで町内会の会長の方を務めさせてもらってですね、後任も決まりまして、あとは引き継ぎがあるだけって感じになりました。で、私がこうやって見てるとね、役員ってみんな嫌がるんですよね。で、嫌がる理由の2つぐらいがあって、1つはですね、役員を経験した人がいや大変だったよって言うんですよ、うん、これが1つ。もう1つはですね、実際に何をやるのかわからないから引き受けるのがちょっと怖いんですよね。で、まず1個目です。いや役員大変だったよって、なんで言うかっていうと、その大変なことを私はやったんだよ、すごいだろうっていうふうにね、言いたいがためなんですよね。で、逆にですね、いや簡単だったよって言ったら、いや簡単だったんだったらもうちょっといいものができてるだろうみたいなね、批判があるから、必死でやってもこの程度だったんですよということをね、言うための自己弁護も入ってるんでしょうね、きっとね。あとは謙遜も入ってるんでしょうね。いや自分の能力ではこれが精一杯ですよみたいな謙遜ですよね。まあどちらにしても、次にその役割を進められた人が負担に感じるのは間違いないんで、いや大変だったよっていうふうなことを言うよりも、どうってことないよ、自分でもできたんであなたにもできますよって言ってあげた方がいいのかなと思います。で、2つ目なんですけども、何をやるのかわからないから、その見えないものへの恐怖がね、まあ、ためらわせるんだろうと思うんですよ。だから、これとこれとこれぐらいしかないよっていうふうにお話してあげたりとか、いやでもね、大変だという人はいるけども、でもお金を稼ぐ仕事皆さんしてるでしょ、そっちの方が絶対大変ですよ、それに比べたら楽ですよっていうふうなね、比較物を持ってくるといいのかなと思ってるんですよ。で、これがね、ビジネスにもちょっと置き換えますけども、やっぱね、何か実績を出した人っていちいちね、いや大変な中やりました稼ぎましたって言うんですよ。で、自分がいかにすごいことをやったのかってことをね、見せたいなと思うんですよね。まあ実際に本当に大変だったのかもしれませんけどね。でも私はそうじゃなくって、多くの人にそのハードルをね、下げさすために、これだけやっておけば大丈夫ですよっていうふうなことの方がいいのかなと思うんですよ。うん、まあいろいろ大変なことあるけども、でもできますよ何々さんだったらとかね。いや YouTube ずーっとねやってるだけ、1万本上げたら1億円になったって言った方が見えやすいと思うんですよ。まあ、実はね、この YouTube を1万本上げたら1億円稼げたっていうフレーズっていうのは、前回私がね、塾内に対してリリースしたら、それでモチベーション上がったって言ったからね、また行動をバーッと起こす人が出てきて、やっぱそうだよな、うん、分かりやすくシンプルに伝えた方がいいよなっていうふうに思ったんですよ。でも、いわゆるセールスのテクニックのなんとかローンチとかね、なんとかかんとかライティングとかっていうふうにやるとかっこいいから商品売れるんですけども、でもやることってはっきり言ってアウトプットするだけですもんね。単純ですよね。で、普段の自分の気づきとか考えていることとか取り組んだこととか失敗したこと、どんなエピソードでもいいからアウトプットすると、まあそこにですね、興味好奇心共感が生まれて、この人だったら、親身になってやってくれるかもなみたいな、そういうふうな信頼が生まれると思うんですよ。結局はどうやったら稼ぐかっていうのね、その稼ぎに関わるための、稼ぎの力をつけるための難易度よりも、それを提供してくれる人が自分に教えるのをやめて根を上げてどっかに行っちゃわないかなっていうところだと思うんですよ。いやこの人だったらとことまで付き合ってくれるなと思ったら、うん、自分がお手上げしない限りは、うん、絶対しっかりやってくれるっていうふうな信頼ができるんで、まあ、だからトライできるのかなと思うんですよね。うん、だからそういう意味でもね、これからもね、先頭を切ってしっかりやるとこ見せていかないとなと思いますよね、吉田さんね。じゃあ行ってらっしゃい。